はい、みなさんこんにちは。こんにちは。ラジオマンジャックの時間だよ。はい。みんな元気にしてたら。いい子はちゃんと元気に歯磨いたから。何の番組なんだ。ラジオマンジャックだから。何すかこれ。俺は言いたいんだけど、はい、入れ歯が崩壊して壊れてしまいました。あら、困った。すげえ困ったよ。ね、それもさ、キャッスルでもショーの前日だぜ。うん、あどうしてくれるんだよ、困った時の神頼みみたいな。見したいんだけどさ、これさ、困った時でもさ、本当俺個人的に困ってるだけだから。そうそう、うん、まあそんなわけでね、はい、いや今日はね、ちょっと入れ歯話も含めた上で、はい、ちょっとラジオマンジャックね、語ってみたいと思いますよ。はい、うん、なんと、シュート君と小林さんは、ヨーロッパに帰りたちになって、北欧まで行ってて、俺とみゆちゃんがキャッスル出演っていうね、はい、非常に面白いような出来事なかなか良いでございまして、はい、しかも街はワード、そうなんだ、シュート君、ドレミに帰ってきますよね。ということで、行ってみたいと思うんですけど、あ、なんかコメントがあったよ。高野さんね、はい、まあいいです、はい、はい、なわけでございまして、はい、行ってみたいと思います。はい、はい、ラジオマンジャック、なんかお便りコーナーみたいな、ね、そうそうそう、もうね、ね、でもね、はい、俺本当に困ったのは40万円ぐらいしたんだ、あの入れ歯。あ、そうなんだ。そうだよ、それでね、薄くしときました。薄くすればおせんべいと同じだよね、パリって割れるよね、うん、そうか。それでさ、俺さ、入れ歯で噛みすぎて割れるんだったら許せんだけど、うん、実を言うと入れ歯使ってないで割れたのってちょっと許せる。どうやって割れたの。いや、普通に入れ歯を、まあ入れ歯をね、大部分入れ歯なんだけど、ゆうちゃんからいただいて、何のケースあれ、ケースあるじゃん、スープ、うん、スープ入れ、わかんないけど、そのスープ入れの中に入れてお水で浸しとくんだよね、うん、うん、それでしばらく待ってたの、うん、それでいつも出し入れしてて、まあほら、あのキャッスルに出るときは、そういうときは表に出るときは歯を入れてた、うん、それで、まあ、歯を入れて、ご飯を食べるときにね、入れ歯使わないようにしたんだよね。なんか知らないけど。うん、入れ歯使うと美味しくないんだよ、本当に。そ, か、ね、それで、全然小食になっちゃったんだけど、だからね、皆さんね、うん、ダイエットしたい人は、入れ歯をしましょう。そうすると、本当だよね。もう、ご飯一杯食えないんで、美味しくないから。うん、そうか。ところが、それで入れ歯外して食べるようになったら、今日何、中華丼2杯お借りしてる。が出ちゃったね。丼2杯お借りだよ。ね、お茶碗になるってもうそれぐらい食えるんだよ。すごいな、うん、まあそれでね、あんま使ってなかったのに、ある時よし、キャッスルに行くからね、ちょっと前日だけどって入れようと思って、そのスープ入れから出した瞬間にパリって音がして、本当におせんべいが割れるようにね、前歯4本分が落ちたの。本当に。そうなの。それでその4本分って、実を言うとさ、実際にまだ俺歯がいっぱいまだ少し残ってるから、うん、その歯にかけるブリッジ、その部分が弱くて多分折れたんでしょ。でまあ、入れ歯トークってなんか寂しいけどさ、そんなに弱いもんね。いや弱いね、本当はね、なんかね、うん、なんか弾力性のあるものでやるとか、うん、金属性のものであるんだけど、うん、なぜかこれでやっちゃったんだよね、早いから。あ、いやー、まあね、入れ歯やってて分かったことってのは、やっぱり入れ歯って不自由だよ、うん、かといってインプラントなんか待てないし、だからうちのね、じいさん、あの父方の死んだじいさんがね、やっぱり入れ歯嫌いで嫌いで、うん、そうか、美味しくないっつって、歯は全部なくなっても鼻血で食ってたよ。食べられるんだ。食べられるんだよ、うん、で俺さ、家系的にみんな歯が悪いんだよね、いろいろね、うん、そのいろいろ悪くて、あのうちの弟なんかもさ、歯磨いて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 、やっぱり歯は悪くてさ、うん、でまあ そういうものだってあるからね、しょうがないんだけどね、うんうん、まあそんなわけで、はい、話でずっとキャッスルでやったんですけど、はい、大変だった。大変で、もう全然慣れてないからさ、そのそ、ね、安定剤、前歯4本だけを、まあ、日本でポリグリップだとかポリデントとかああいうのみたいなもので、うん、定着させるんだよ、うん、でしばらくくっついてんだけど、で何が一番いいかも分かんないから、そうね、うん、あの要するに硬いやつとか柔らかいやつとか分けんの分かんない、そう、食べても大丈夫なやつとかね、いろいろ、ね、そうそうそう、それでとりあえずは、まあ、美味しくないんだけどね、食べてもね、あの固定して大丈夫だと思ってた、時間が経つね、ちょっと一杯飲んだり食事してる、まあ、食事はしないようにしたんだけど、うん、そうすると安定剤が溶けてポロッと外れる。お酒じゃない、やっぱり。まあそうかもしれないけど、ね、水でもダメだ、ね、お酒、そうか、うん、で驚いたのはさ、ショーの最中に外れた、下手すら空飛びそうだった。ハトバス、ハトバスになって、ハトバス、ハトバス、ハトバスになってさ、ハトバス、やばかったよ、口の中でももも言いながら調整して。あ、そっか、ね、で一枚抜いたやつ、ね、後ろ向いてる間みんな見て顔一生懸命直してさ、わ、いや、やばかった、大変だね、やばいやばい、うん、そうか、そんなことある。そうというわけでね、まだ今日一日まだ続いてるんですけどね、うん、歯は大変ですよ、ね、でみゆちゃん聞かせてくれてね、うん、あの要するにお食事をしても大丈夫なよとか、長時間聞くやつとかいろいろね、用意してくれたんだけど、どれがいいか分かんないからね、分かんないしさ、誰もさ、うん、でまあ、うちのおふくろに聞いてもしょうがないから、うん、こればっかしは、なんかピコピコピコ、お互い大変だね、なんかメールがいっぱい来ちゃって、ね、いろんなのがなってね、うん、さあ、それでね、まあ、結局ね、はい、ラジオ漫才とかいろんな話するんだけど、はい、みゆちゃんもそうやってますけど、なんか面白いことあった、キャッスルで。
あ、面白いという感動したという感じですかね。あ、ターナーさん、そう、ターナーさん、これ日曜日のもんで話さなきゃいけないね、明日でもね。そうだね、とにかくすごいな。まずね、私控室ってね、週末大体散らかってること多いんですよ、うん、みんな物置いてっちゃって、うん、便利だから置きっぱなしで帰ってきてらそのままみたいな。そうだね、うん、大御所の2人の人はね、うん、綺麗に使ってるから物一つも置いてないんですよ。本当にそういうのあるんだよね、うん、やっぱりね、あの素晴らしいマーシャンっていうのはそういうこともちゃんと考えてできるんだよね、うん、配慮してるんだよね。後半ポップハイデンだもんね。ポップハイデンとリチャードターナーで2人ともね、うん、綺麗に使ってる、ね、全然関係ないんだけどさ、うちの方に出てるエリック・バス、うん、おかしいね、あの人は面白すぎ、うん、ファニーでキュートな、ファニーすぎるね、面白すぎるね、キュートでファニーな、うん、まあと分かんない話をみんなでしておりますけど、うんうん、まあゲストの方もいっぱい来てくれてね、はい、あの楽しいキャッスルですよ、ね、ただ立ちっぱなしで疲れるわ、ね、疲れるわ。だってさ、みゆちゃんは2回だから幸せでしょ、うん、2回とか3回終わっちゃうから幸せかどうかっていうと、の木曜日9回やってさ、うん、だ8回か、いいじゃん、いっぱいできた方が、うん、だ金曜日10回だよだから、水曜日が8回で木曜日9回で金曜日10回、うん、じゃあ今日11回だ、やだ、明日12回だ、どんどん日に日に増えてくる、すんごいやだなんだろうね、増えて、いやだからほらチップを稼がせてやんなきゃいけないからさ、いろいろ、うんうん、まあそんなね、うん、まあ、大変なのよいろいろ、うん、でもバーってさ、先生人によってはもっと手抜いてる人はさ、いないじゃん。まあね、だけどさ、手抜けないでしょ、だって人によって違うんだね。いやだって本当に自分でなんだけどさ、こんだけ人気出てくれると、うん、どれほど忍者リングリピートさせられた、そうだね、他に何か見たいのあるって言ったら忍者リングってまた言われるんだよ。大変だよな、うん、で要するにリングやってる人はさ、何回でも見たいらしいんだよ。あ、分かる、ありえないっつって、うんうん、持ってるものと違うものだと思うんだよね。そう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 、全然違うって言うんだよね、同じだよ、うん、どこをどうやったらそうつながるんだろうと思うんだと思うんだよね。そう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 、案外ね、その次に人気あったのはコインなんだよね。あれも不思議だよね、安いからだろうね、コインね、人気あったね。例えば一社のせいで集まるさ、1万円のリバースとかね、あとノースチルメソッドみんな引っかかるね、本当に面白いもんだ、うん、ということで専門的な話になったんでラジオモンチャーっぽくないんで、いやー本当にね、それでもいいけどね、キャッスルの飯毎日毎日あんなの食ってたらね、やっぱりね、体調子悪くなっちゃうもん。だと思う。でも一応アペタイザーだけにして、ね、昨日嫌になったじゃん、みゆちゃん。あれ、なんだっけ、チリ、マックチリスープっていう、ね、あれさ、定番らしいのね、うん。で、今までお土産にもさ、なんかいつも入っててさ、チリチリ、うん、あ、どんなんだろう、そんなに伝説の食べ物かと思ったら。5分の1でいいね。5分の1でいい。あれ一人じゃ無理だった。無理無理、うん。最初の一口目は意外と美味しいやと思ったんだけど、うん、とんでもないよね、食べてるうちだんだんね、重いってなってきて。でも、キャッスルからいろいろもらうけどさ、最近ちょっと良くない、うん、出演者がね、いろんなものもらえるんですよ。で、うん、シャンパンとデック一組と、チョコレート。で昔わけのわからないチリだとかさ、いらないものとかもらったんだけど。変なおもちゃいっぱい入ってて、魚のセロファンのウニョニョニョってなるやつとか、いらねえっていうの。なんか余ったマッチみたいなとか。あれね、多分相当評判悪かったんだろうね。そうだと思う。うん、これ今ね、チョコレートいいですよ、これチョコレート、ね、前よりまたさらに良くなったね、うん、すごいんだよね、うん、みーちゃん食べたチョコレート、まだこれから、うん、なんか食べましょう、終わってから食べようかな、うん、まあそんなわけで、楽しい気がする。今日もまた最後の入れ歯との戦いがあります、はい、ね、今日がね、この世話のゲストが来てる時の入れ歯は困るね、うん、入れ歯もその前歯だけだから、うん、要する 70% 以上の入れ歯がなくて、うん、4号一番前歯の部分だけはつけなきゃいけないって言うんで、うん、つけてるんだよ。そう、これが飛んだら大事件だね、固定が大変だね、まあそんなわけでね、はい、今日もいれば固定しますよね。で、収録ももうすぐね、帰ってきて、相変わらず連絡通じなかったんだけど、さっき1本だけ通じて、また通じなくなってます。1本だけです。まあ、テンパると何もできないし、もともと電波が入ってても一番奥になってて聞こえない小林さんと、はい、この2人のね、はい、スカンジナビアの話もまたいっぱい聞きたいと思いますよ、本当に。もう、話もならない、ね、うん。まあそんなわけでね、今日あと1日私、はい、で、みゆちゃんがあと2日。うん、ね。でもみゆちゃんは俺5時だからいいな、あれ時間でもあれで終わっちゃうのはちょっとギャラ一緒だよ俺と。でもさあ、そしたらすごいすごいだろ、働き者で。みゆちゃん昨日2ステージでしょ。そう、俺10ステージだよ。半分に分けてちょうどいいぐらいだね。10と2でさやってギャラ一緒、うん、これでちょっとすごいでしょあれ、うん、ありありってね、楽だけどね、うん、終わった後がね、でもお客さん入ってるでしょ、一応入ってるけど、うん、いいね、終わった後まあ自由だからいいんだけどね、うん、そっからキャッスルスタートだから。
そうだね、帰って寝たって言うんだもんね、出せるよね、うん、でもなんかさ、もうちょっとね、やりたい、まあ、あのやってるとね、興奮するからね、ショーってね、まあそんなわけで今日なんかマジックの話たくさんしました、ラジオマンギャグでしたけどね、はい、はい、来週はまたどんな話になるか分かりませんが、はい、またいろんな出来事があるでしょう、ね、ね、ということで、頑張ってあと一仕事していきます、私は1回、はい、みゆちゃんはあと2日、はい、てなわけでまた来週10回だぞ、さよなら、やだよやだよ、じゃあね、バイバイ、はい、この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。